Straw Dogs。 数学者のデビッドと妻エイミーはアメリカの物騒な都会生活から逃れるため、妻の故郷でもあるイギリスの片田舎に引っ越してきました。しかし閉鎖的なこの町の人々はよそ者であるデビッドに対して冷たく、夫婦は様々な嫌がらせを受けるのですが、血まみれのサムの異名を持つハリウッドの異端児サム・ペキンパーによるバイオレンス劇。タイトルの藁の犬とは、中国の思想家老子による超人的な存在である点から見れば、人間の行動は誤信のために役、藁の犬のようにちっぽけな存在に過ぎないという言葉から来ています。争い事が苦手なダスティン・ホフマン演じる男が、町の人間から嫌がらせを受けても物言えず、しまいには妻が NTR されてしまうという情けない男でしたが、あることがきっかけで彼の中の暴力性が目覚めてしまいます。バイオレンス描写を帯として捉えるサム・ペキンパーは、暴力に対して及び腰だった当時の映画界を挑発するかのような強烈なリアリスムかつダイナミックな演出で描かれました。スローモーションを効果的に使い、細かいカット割り、神経症的ともいえるフラッシュバックといった斬新な手法は、後の様々な映画に影響を与えました。しかし極めて不快で、非道徳的で、バイオレンスが男らしさの象徴であるかのような描き方は、大きな論争を巻き起こしました。そのバイオレンスが女性に及ぶシーンでは、最初は抵抗するものの、次第に楽しんでいるかのような表情を見せ、あたかも女性がそのようなことを望んでいるかのような演出がなされ、映画全体的にも女性を力で抑え込もうとする演出が見受けられます。また自身の身を守るためとはいえ、過剰に攻撃的になってしまう描写は、そのような行為を助長正当化するものだとして批判が相次ぎました。このような論争が巻き起こったことで、イギリスやフィンランドなどいくつかの国で上映が禁止されました。本当の男らしさとは何なのか。現在においてもこの映画に対する評価は二分され、そのあり方について議論され続けています。 Cruising。 ニューヨークのゲイコミュニティ界隈で連続殺人事件が発生します。警察は若き刑事スティーブにゲイを装い潜入捜査するよう命じます。恋人にも真実を伝えられないまま、スティーブはゲイが集まる夜の街を徘徊するのでしたが、フレンチコネクション、エクソシストなどのウィリアム・フリードキン監督がゲイコミュニティの生態をセンセーショナルに描き、引き返すことのできない特殊な世界で苦悩する刑事を名優アル・パチーノが演じています。クルージングとはその界隈の隠語で、男を漁る行為を指します。アル・パチーノの献身的な演技に加え、フリードキンによるザラザラしたリアルな描写と、観客を加害者の視点に引き込むための POV ショットの使用は、ハロウィンや13日の金曜日など、後のホラー映画に大きな影響を与えたとされています。しかし、特殊なコミュニティをリアリズムに徹して描こうとしたフリードキンの思惑は、大きな論争を巻き起こします。性的少数者のコミュニティと、黒いレザーを身にまとった特殊な思考のサブカルチャーをセンセーショナルに描いたことで、多くのコミュニティから抗議の声が上がりました。一部の性的少数者がさも暴力的であるかのような印象を植え付け、彼らに不快感しか感じ取れないような描写が偏見に満ちているとして大きなバッシングを受けました。抗議デモに警察が介入するなどの騒動の中、映画は興行的にも失敗し、ゴールデン・ラズベリー賞にもノミネートされてしまいます。アメリカ国外ではイギリスなどいくつかの国で上映が禁止されました。この映画の失敗により、アル・パチーノは一時スランプに陥ってしまったのでした。Monty Python's Life of Brian。 はるか昔のエルサレム、イエス・キリストと同じ日に生まれたユダヤ人の青年ブライアンは、ひょんなことから民衆に救世主だと勘違いされてしまいます。必死で否定するブライアンでしたが、信者はさらに増えていきます。しまいにはローマ帝国にも危険人物のレッテルを貼られ、逃げ惑う羽目になるのですが、イギリスを代表するコメディグループモンティ・パイソンによるコメディ映画。巧妙な脚本、鋭いピチ、不遜なユーモアで批評家から広く称賛され、カルト的人気を博するようになりました。しかしイエス・キリストと当時の宗教的人物の描写によって、宗教団体を中心に世界中から批判を受けることになります。この映画はイエスやキリスト教を直接嘲笑しているわけではありませんが、組織化された宗教の熱狂と偽善をからかっています。特にカリスマ的指導者の行動や教えに疑問を持たずに、盲目的に従う一部の宗教的信者に対して強烈な風刺をしています。
宗教への風刺とイエスとおぼしき人物を神聖な姿ではなく単なる血すべきものとして描写したことは、この映画が冒涜的であり彼らの信仰を軽視していると感じた一部のキリスト教団体の怒りを買いました。その後抗議が殺到し世界各国で上映禁止となってしまいました。劇中ジョークも通じないのかというセリフがありましたが、どうやら彼らにはジョークは通じなかったようです。映画の中で最も冒涜的だと抗議を受けた、ラストで貼り付けにされた受刑者たちが軽快な歌を大合唱するシーン。ここで歌われた曲、Always Look on the Bright Side of Life は、現在では葬儀やサッカーの試合などでよく使われ、イギリスの代表的なポピュラーソングとして親しまれています。Peeping Tom。心理学者の息子であるマークは、幼い頃、恐怖が人間に与える影響について、父親から実験材料とされてきました。度重なる実験は、マークにトラウマ的な感情を植え付けます。やがて成長したマークは、女性の表情をカメラに収めることに執着するようになり、そしてついには、最後の瞬間の表情を撮りたいと願うようになります。赤い靴、天国への階段などで知られるマイケル・パウエルによるサイコスリラーですが、その不穏な暴力描写は観客に衝撃を与えました。不快で生々しく性的な内容から、公開当時はメディアや批評家から酷評を浴びてしまいます。カメラ越しの女性に性的喜びを得る、いわゆる摂取症の人物というのは、1960年代のイギリスではタブー視されていました。イギリス国内では興行的に大失敗し、アイルランド、スウェーデンなどの国で、その内容に拒絶反応を示し、上映が禁止となりました。これにより、イギリスを代表する映画作家の一人であったマイケル・パウエルは映画界での地位を失い、その後ほとんど映画を撮ることができないまま、その生涯を終えることになってしまいます。一人の映画監督の人生を破滅に追い込んだ映画となってしまったのでした。しかし、マイケル・パウエルが他界した後、この映画の革新的な撮影方法と、複雑な心理的テーマに対し再評価する動きが高まってきます。その中には、名将、マーティン・スコセッシの姿もあったのでした。映画祭や単館系の映画館などで上映される機会が増え、その評価は世界中に広まることになりました。そして今や、同時期に制作されたアルフレッド・ヒッチコックのサイコと並ぶ、サイコスリラーを代表する作品となったのでした。クルージングでも触れた、犯罪者側の視点で描かれる POV スタイルで、犯罪者と観客の視点が一緒になってしまうその先駆的手法は、時代を先取りしたものでありました。映画を見ること自体が、カメラを通して被写体を覗き見るという行為につながり、劇中の主人公を通して、映画を見ている自分自身を投影しているかのような姿は、当時の人々には受け入れ難いものだったのかもしれません。最後まで、ご視聴ありがとうございました。